西村か也は、日本のコピーライター。東京都出身、早稲田大学第一政治経済学部卒業。学生時代にカスタジオなる、小規模の編集プロダクションに席を置き、編集者として出発する。1969年にサントリーが設立した、広告制作プロダクション、サガードに入社。後からサガアドに入社した中畑隆と共に、 上司の品田昌平に鍛えられながら、トリスウィスキーや、サントリーホワイト、サントリーレッド、サントリーオールド、サントリーリザーブなどのコピーを書き、下積み期間を経た後、1973年にサンヤドを退社し、自身のオフィス、ウェストビレッジを設立する。翌1974年、日本ガラス繊維協会の新聞広告を担当。事細かに取材しながら、 様々な角度から掘り下げた内容が評判となる。翌1975年には、当時テレビで盛んに放送された、国際用盲事務局による、ウールマークの CM の、ついてるかな、ウールマーク。触って、ご覧、ウールだよ。素敵だね、このウール。などのコピーでその名を知られるようになると、その後は西部百貨店やオンワード柏山、日産セドリックや、日産シーマ、 横浜ゴム、PRGR 等の広告コピーを書き続ける。また新聞広告では、長年にわたり、アートディレクターの長谷川義夫と組んで、1986年から2000年、頃まで全国紙に掲載されていた、サントリー山崎の、環球自在、悠々、自的育動院などの、前後段のコラム風広告のコピーを手掛けていたことで、知られる。有名なコピーには、 サントリーブランデー XO の時間は液体である。サントリー山崎の何も足さない、何も引かない。や、サントリー卿のウイスキーは効くものである。などといったものがある。2017年には宣伝会議のコピーライター養成講座開校60周年を記念した特別講座として西村カヤクラスにて登壇する。ありがとうございます。